はい、じゃあ文献紹介ということで、今回は Towards One Automatic Turing Test Learning to Evaluate Dialogue Responses ということで鈴木が発表いたします。今回の文献は ACL で発表されたものを提案しています。HRNN を使うことで文脈を考慮した応答を評価できるモデルになっています。でまた、従来、使われているブリューなどの指標と比較してアデムが最も、人で評価と相関が高いことが分かりました。はい、本研究の背景です。まず非タスク思考対話システムの評価指標には従来ブリューが使われることが多いです。ただこのブリューというものは、別にブリューだけでもないんですけど、ブリューとかをはじめとする手法では意味的類似性とか文脈の依存性というものが測れません。要するに参照する応答とどれだけ近い単語を使っているかとか、そういうふうな評価をしてしまうので、応答生成指摘されています。はい、ということでまず提案手法についてです。この提案されたこの ADEM というモデルは、階層的な RNN を使って文脈参照応答モデル応答を読み込んで最後の隠れ層のベクトルをアフィン変換して回帰を行います。スコアの付け方がちょっとこの式でちょっとぼやけてしまってるんですけども、コンテキストのベクトルと、参照応答のベクトルと、実際に生成された応答のベクトルというものを合わせて評価していきます。スコアを出します。でこの A と B、アルファとベータは、についているヒューマンのスコアとの立地回帰で学習を、最小事情誤差で学習させてを最小化させていくように学習させていきます。なのでこれを使うこの手法を使うにはまず、あらかじめ人手で評価されたデータセットが必要という問題は、あります。はい、で次に、この先ほどのADEMのモデルをですね、あらかじめこのように、VHRED で、対話システムとして、このエンコーダ部分を事前学習させていきます。この VHRED で、事前学習させる意味として、ADEMはこのエンコーダ部分なわけなんですが、この VHRED は、多様性のある応答というものを生成できますので、それでプレトレーニングさせることで、このエンコーダします。今回ツイッターコーパスというものを対象にして応答を生成したものを使っています。でこの応答を生成した評価の対象は4つで、TF-IDF ベースというものが、参照応答に、TF-IDF でこう近いものを探してこう応答を持って選択するもので、デュアルエンコーダーベースも、TF-IDF と同じような感じで参照応答に近いものを、コーパスの中から見つけて持ってくるというような形です。であとは HRED は、これは階層的なエンコーダーデコーダーモデルで、これは普通に、応答を生成していくモデルになります。であと、人間がなんか作った応答文ということで、ちょっと詳しいことを僕はちょっと論文から読み取れなかったんですけど、要するに人間がその人で評価したものと、その今回使った手法アデムを含めた、従来の手法との、それぞれの人で評価との相関の結果になります。上のブリューとかそういうのに比べてこちらのアデムというのが一番こう相関が高いということが分かります。でこの C アデムとか R アデム、アデム、T2B とか T2V っていうのは、それぞれこう C アダムが、コンテキストの情報だけ学習しているアデムと、R が参照応答の情報だけを使っているアデムで、アデム T2B が、プレトレーニングしないで、Twitter to Beck を使って、トレーニングまで含めたフルモデルのアデムが一番効果が高いということが分かります。
はい、でこれがまあ先ほどの中から、ブリューニとローズとアデムで、人手評価との相関をグラフ化して可視化したものです。これを見ても分かる通り、まあ、アデムが一番こう比較的人手評価との相関が高いということが分かります。で次に、ちょっと見づらいんですけども、覚醒性手法によるレスポンスの平均スコアというものを、表とグラフにまとめたものになります。で、まあこういうふうになっていて、まあ、人手との相関を見るとやっぱり、まあ、高いということが分かります。はい、まとめになります。非タスク思考対話システムの応答を自動評価するモデル ADEM というものを提案しました。でこのモデルは文脈や参照応答を再生成するように事前学習を行っていきます。また、ラベルなしの事前学習と会計の教室機能反教室機学習を行っていきます。でこの提案モデルは既存の評価手法よりも人手評価との相関が高いということが示されました。まあ、以上で発表を終わりにいたします。